どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ウィッチクラフト、またの名をアップアップガールズデッキやっていきたいと思います。新パックにて登場したアップアップガールズデッキ、あまりにも可愛い。イラストアドがもうほんと爆アドなんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。アップガールズと私は呼んでるんですけども、まずこれが新井さんですね。新井さんめっちゃ強いんですよね。新井ちゃん、アップアップガールズ A と B は、まあこのイラストなんですけども、まあ可愛いですよね。これはもう萌え豚関係ですよね。もう私なんかもうほんと目、こういう女の子には目がないもんですから。まあ本当ストライクゾーンはまあ3歳から5歳なんですけども、まあ一応まあここまでもまあまあギリいけるかなっていう感じなんで。でですね、まあ、効果なんですが、ウィッチクラフトのこの下級モンスターたちは、共通効果で自分か相手のメインフェイズに自身をリリースして、さらに手札から魔法を捨てると、デッキから、自身以外のウィッチクラフトを特殊召喚するっていう、まあ、フリーチェーン、まあ、微妙にフリーチェーン、メインフェイズ中だったフリーチェーンの、リリースリクルート効果を持ってるんですね。だから例えば、まあシュミッターの、効果を使ってピットレ出したりとか、ピットレ効果で、シュミッター出したりとか、まあ、いろいろできるんですけども、丸2番の効果が一応固有効果になっていて、シュミッターであれば、墓地の自身を除外するとウィッチクラフトカードを墓地に送るということができます、自身以外のね。でピットルだったら、除外してワンドローしながら、1枚ウィッチクラフトカードを墓地に捨てるっていうことができます。でね、これね、シュミッターが相当強くて、これ墓地のこのカードを除外してウィッチクラフト墓地を送るっていう、じゃあ墓地を送って何するのって話なんだけども、ウィッチクラフト魔法カードってがあるんですけども、この魔法カードが、まあ、リンクサード3種類しか今ないんだけども、エンドフェーズに、魔法カード手札に返ってくるんですね。手札に返ってくる。魔法カードが、その、丸2番の効果か丸1番の効果が両方ともあって、どっちか1個しか使用できないから、例えばその、1番が固有効果でさ、1番の効果使っちゃうとダメだけど、1番の効果使ってなければ、2番の効果で、エンドフェーズに、ウィッチクラフトがいればね、フィールドに、いれば返ってくるんですよ、エンドフェーズに。だから、墓地送っとけばタラタンに手札に加えるっていうことで、まあ、実質サーチみたいな感じなんですよ、これが。だからシュミッタが非常に強い。でじゃあ何をリクルートしてくるかっていう話なんですよね。それで、リンクスには一応これが来まして、マスターベール、めちゃくちゃな強さを持っています。まあ、パッと見ステータス12800っていうので、まあって感じなんだけど、ウィズみたいなね、クーガダンド、丸1、丸2の方があるんだけど、これどっちも強いんですよ。丸1番は、魔法使いモンスターが相手モンスターと戦闘を行う、まあ、攻撃される場合でもする場合でもいいんだけど、ダメージ計算時、これ一番遅いタイミングですね。ダメージステップ開始とかじゃなくて、ダメージ計算時なんで一番遅いタイミングで、手札から魔法カード、異なる種類の魔法カードを見せると、攻守が見せた分かける1000アップすると。だ例えばですよ、このデッキ一応1,2,3,4,5 枚入ってるんですけども、5種類入ってるんですけども、5種類あったら5000上げれるんですよ。打点が。で、この辺はサーチできるんで、まあ、大体2、3000は上がると思っていただいて構いません。めちゃくちゃ強いです。で、ちなみに自分以外でもいいんで、別に、シュミッターの打点を上げるとかもできます、ベールはね。で、手札から魔法カードを1枚寄せると、相手フィールドの全ての表側表示のモンスターを、まあ、一時的にスキルドレインすると。これがバカ強いんですよね。先行でベール立てられれば、相手のフィールドの効果、一回無効にできるんで。だから初動を潰したりとか、まあいろいろあるじゃないですか。手数多いデッキだとちょっと間に合わないってことだけど、まあ、手数が多くないデッキで、例えば知らないとかだったら、普通にそのモノノベの効果止めちゃったりとか したりとか、あとゴズキ効果止めちゃったりとかしたり、アレイスター効果止めちゃったりとかすれば、めちゃくちゃ強い制圧力を見せてくれるんですよ。で、これクソ強いと。で、魔法カードの効果を説明しておくと、デモンストレーション、じゃあコラボレーションは、バトルフェーズにアンティギア化しながら、2回攻撃できるっていう効果なんで、まあ要はベールの効果と一緒に使って、なんかシュミッターを4800とかしながら2回攻撃するみたいなとかいう効果が、効果っていうか使い方ができますね。で、サボタージュは墓地のウィッチクラフト蘇生、これだからやられちゃったベールとかを蘇生できます。で、これね、デモンストレーションは結構速攻魔法ではすごく優秀なんですけども、手札から、ウィッチクラフトモンスターを特殊召喚する、だから、まあ、追撃のウィッチクラフトシュミッター出したりとか、まあ、ベールを手札に引いちゃったら出したりとかいうことができますね。で、速攻魔法ってのは強い。で、これ炎属性なんですよ、シュミッターさん。で、ピットルさん水属性なんですよ。炎と水がいるんですよ。
まあ言いたいことは、まあ言いたいことは大体分かっていただけるかなっていう。相性がいいですね。非常にね、墓地にも行くしね、素材がね。で、ね、墓地のカードを回収するっていう都合上、闇のゲームとすごい相性が良くて、これ結構ロック性能が高いんで、このモンスターが。だから相手が殴ってこないっていうパターンがあるんで、そういう時はもう闇のゲームで相手だけライフを削ると。で、自分は墓地を回収するんで、0枚とかになるから、1枚とか0枚とかになるから、あんまりあのダメージ、自分は食らないっていうね。で、このベールの弱点としては、やっぱりどうしても罠。罠の除去とか。モンスター効果は無効にできるんだけど、罠のとかの除去とか、がちょっと辛いかったりするんで、まあそういうバックを除去できるようにコズミックサイクルを積んでいると。あと、ブラックマジシャンとかにも弱いからね。そんな感じです。大体分かっていただけたかな。ちょっと早口で説明しちゃって申し訳なかったですけども、まあ、動きかし方は大体見ていただければ分かると思うんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。新たなジャム、ネオスか。オッケー。お、いいぞ。アップアップガールズが来てるぞ。アップアップガールズが来てるぜ。新井さんにこれ怒られないかな。アップアップガールズ、そうだね、こっちからね。アップアップガールズ A を召喚。さあ、なんだこれ。なんだロンギヌスか。なんだろうな。サボタージュ捨てて、ね、デッキからウィッチクラフトモンスターを特殊召喚していく。なんだろうこれ。これは結構鬱陶しいね、このチェーン。めちゃくちゃ、もうロンギヌスかな。ちょっとすごく鬱陶しいです。ウィッチクラフト、マスターベールを特殊召喚して、アップアップガールズ B が出てくる、キャプテン出てきた、で、アップアップガールズ A の効果発動して、自身も除外し、デッキからウィッチクラフトカードを墓地に送るので、コラボレーションかデモンストレーションかどっちも見て、まあとりあえずこっちでいいか。コラボレーションの方がいいね。コラボレーションの方がなんか2回攻撃できそうだし。で、エンドフェイズ。ウィッチクラフトモンスターがフィールド中に存在する場合、エンドフェイズに使っていないウィッチクラフト魔法カードは手札に戻ってくる。これによって墓地に送ったはずのカードが0枚になることによって、自分は闇のゲームでダメージを受けることはないんだな。これはセコいんだな。セコいんだな。これは相当セコくねえか、この戦術で。相手だけは受けますからね。自分はひたすらに回収するんで、あんまりダメージ受けないんですけど。さあ来いや、勇気重大選手。さあこのウィッチクラフトマスターベール、キャプテンを突破できるのかな。見てますか、アップアップガールズの皆さん。いいですよね、ウィッチクラフトデッキ組んでください。ぜひ新井さんにおすすめしておきます。あー、とりあえずそんな考えることある。効果読んでんのか。効果読んでるんだね、多分ね。多分効果を読んでいるんだと思う。マスターベール、これ誰やねんってなってるんだと思う、多分。まあ、だいたいね、新しいパックが登場したその当日は、新しいデッキを使うと、もう相手が後悔読んでる時間があってすげえ遅いっていうのと、あとなんか初見殺しめっちゃしちゃうから、自分のデッキが強いかどうかようわからんっていうのがあるんですよね。わかります？よくわかんないんですよ。なんかその強いかどうかが。なんでかっていうと、相手がなんか、うわー強い、なんか、全然効果知らんくて、全然効果知らんくて、なんか相手のプレミで勝っちゃうってのがすごい多いんで。ああ、フェイバリットヒーローを発動して、で何を、ネクロバレーか。ああ、オッケー、全然引かないからいいや。ネクロバレーとか別にどうでもよくて、ダメージ計算直前でマスターベールの効果を発動。手札の魔法カードをいっぱい見せると、いっぱい打点が上がるよ。バイーン。強すぎません、この、何この打点。4000と5800ってどういうこと。激肩でしょ。キャプテン超強いんだけど。やべ、最強カード来た。アップアップガールズ A 召喚する、これ。アップアップガールズ A 召喚するか。4600だから、で、ネクロバレー勝手に貼ってくれたんで、あれ、助けとも使えないんですよね、もう。これさ、ネオスデッキよくあるんだけどさ、なんか勝手にネクロバレー貼ってさ、自分で自滅していくっていう、これ。でも、助けるとも使えないでしょ、これ。多分、まあ、使うとしたらネオスフュージョンで、まあ、耐えるみたいなことしか、あ、できねえわ、それも。それもできねえわ。勝手に死んでくんだよな。ネクロバレー貼って勝手に死んでくの結構やべえだろ。はい。ネクロバレーで自分の首絞めてるぞ。大丈夫か？それ貼らない方がよかったんじゃないの？結構ね、なんかね、
あのネオスさんよくいるんですよね、ネクロバレーを自分で貼って自分の首なんか自殺みたいな、それ貼んない方が良かったのではっていう展開めちゃくちゃあるっていうね。ネクロバレーっていうのは効果はね、あの墓地からカードを除外できないよっていう効果があるので、で墓地からモンスターを蘇生できないよっていう効果もあるんで、まあ、サボタージュで蘇生できなかったりはするんですけども、まあ、とりあえずマスターベルの効果発動して魔法カードを1枚捨てることによって相手のフィールドのモンスターを一時的に、全員スキルドレインすると。はいはい、効果無効。じゃあネオスフュージョンできるのやってみろよ。ルーマドの守護者の効果無効だっつってんだろ、無効だっつってんだろ。はい、ビリビリビリ強エンドですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、その1800棒立ちは甘えでは、それは甘えでは。アップアップガールズの攻撃ダメージ計算直線、ダメージステップ自分いいですか、自分ダメしていいですか、なんかずっとあんだよな、一生わかんなかったけど対戦あざしたー、おりゃー納金すぎる、なんだこの盤面は。さあお相手の方ゆういくぞユース、ウィッチクラフトピットレを召喚、ピットレの効果を発動、僕は魔法カードを置いて墓地の奥にデッキよりウィッチクラフトマスターベイルを託し召喚、ピットレの活動じゃない、でデモンストレーションの効果を発動、ターンを終了するよユース、君と対戦するのは僕だ。うるさかったらすいません、本当に。さあ、不動石選手、どんなデッキに召喚した、知らねえきた。これはリリースして発動するんで、あれですね、あのベールの効果は効きませんね。フィールドの効果は無効にするって効果の、多分デモンズチェーンみたいな感じですかね、まあ、イメージ的には。だからまあ、一応、あのリリースして発動するっていう効果は多分無効にはできないかなっていう気はするんだけども、他のであればまあ、無効にはできる。で、なるほど。なるほどでござるな。なるほどでござるな。アレイスターいきます？召喚師アレイスターを召喚。召喚師アレイスターの効果を発動。テルさんに召喚魔術を、ダイスセット強い。これはなんか墓地送るんだよね、カードね。そうだね。ダイス振って出た目で送ると。はいはいはい。で、なんか録画とかが出ると一番強いっていうやつでしょ。あー強っ強っ、おい、6はお前卑怯だろ。あー宮塚さん、うわで誰、ちょやめてよ、ちょっとやめてよそういうことするの。あーベールさん、あーベールさん、しょうがないか、ベルメールさん、ベルメールさん、ベルメールさん、ちょっと行っちゃった。召喚魔術発動し、プルガトリオ大先生で相手のやつパクロ、キューブの起点が一番当たり障りないで、ここで融合して大先生出して、大先生出した、でもちろん召喚魔術の効果を発動で、アレイスターを回収していく。はい、でこれで3号貫通して、なるほどですね。これはですね、速攻魔法の力見せるか。スカルフミア。ライフ取れるな。使わない。で、2号ダイレクトバチコリ構えていく。実質、俺のバトルフェーズはまだ終わっていないぜ。ウィッチクラフト、デモンストレーションの効果。手札より、ウィッチクラフトモンスターを特殊召喚。いけ、アップアップバーン、強い、最強や、このデッキ最強や。ウィッチクラフト環境入りあるかこれ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、クロウホーガン選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。まずはアップアップガールズを召喚、アップアップガールズの効果を発動、魔法カードを墓地に送って、これはピットレまで行っちゃっていいですね。ピットレ、さあピットレ効果発動で、コラボレーション墓地送ってウィッチクラフト、マスターベールを特殊召喚。さあ、キャプテン出たぞ。これで魔法カード3枚回収だ。バカ強いぜ。ちょっと待ってくれ。これ、似てんだよな。サボタージュでいいのか、これ。
これでいいんだ。サボタージュを墓地に送って、で、ターンを終了するで、サボタージュの効果、そして、コラボレーションの効果、そして、デモンストレーションの効果、これ絵柄全部似てんだよな、なんか。もうちょっと変化つけて欲しかったみたいなとかある。あの、色ね。絵柄っていうか色。あの、色味が似てんのよ。なんか。だからね、ちょっとね、どれがどれかわかんないのよ。だからもうちょっとなんかその、なんだろうな、カラーバリエーションをつけて欲しかったっていうのあるね。っていう私からのお願い、どうでしょうか。いや、ウィッチクラフト使いだったら一瞬でわかんのかな。俺最近、ウィッチクラフト使いになったもんで、あの、ここ2日ぐらいで、ウィッチクラフト使いになったもんで、ちょっとね、わからないんですよね。これ、どれが一体どれなんだみたいな、とかあるんですよね。さあ、相手のデッキは何なんでしょうか。ね、20枚デッキですが、あ、黒ちゃん、あー、BF! いや、BF ちょっとね、手数が多すぎて辛いんだよね。まあ、多分でも、ライケリを止めるしかないんだけど、いやー、これ辛い。いやー、つえー。あのね、ね、ゲイルは、あの、もう止めないです。ゲイルは止めない。もうゲイルは止めずに、ね、あの、ライケリを止めるしかないんだよね、もう。手数多すぎるんだよね。このブラックフィザーとかいうデッキはそれは止めない。どうせ来球されるんだから。でマストカウンター、要はこのモンスターがいなくなってしまうっていう状態のタイミングで止めればいいだけなんで。さあ来切り OK。 よしいいぜ、来いよ。よしいいぞ、来いよ、来いや、かかって来いや。これ大丈夫やね。モンスターとか無効にしても3400にはなるんで、守備が。だから多分突破はされない。いいだろ。リッチクラフトマスターベルの効果を発動。これいらないね。コラボレーション、コラボしない。多分コラボしないわ。多分コラボはしない。よし、オッケー。じゃあもうストップ、もうやめよう。もうストップしよう。ちょっともうこのぐらいにしよう。このぐらいにしよう。ターンエンドしよう。きつい。一応今守備力は3400になりますね。マスターベルはだからあとは3400にして、あと返してなんとか突破していくしかないんだけど、モンスター効果止めながら頼む。いけるこれ。キャプテン意地見せろ、根性見せろ。キャプテン相手考えてるぞ。大丈夫でいける。頑張れ、根性見せていけ。レベル加工。ゲイルまだいるのやばいな。ゲイル、あ、やばい。これで700、うわ、2700だった。うわ、千鳥だ。誰だお前。ブラックウィザーじゃなくて B フォース来たんだけど。ちょっと待って、おい、まあ、BF だけども、いや、BF ではあるが、お前 B フォースじゃねえか。あ、強っ。ちょ、一人だけちゃうやつおるやん。お前、ブラックフェザーみたいな顔して B フォースやんけ、こいつ。どういうこと。